投げたボールの描く曲線が放物線であることをこれから証明したいと思います。これは投げ上げたボールの描く曲線です。これが放物線であることを今から証明するのですけれども、このように Y 軸と X 軸を引きました。これが原点0です。で、最初に投げ上げたボールの速度が V0 です。この角度をシータとします。シータで斜めに投げ上げたボールです。で、この V0 の水平成分はこれですね。 V0 のコサインシータです。で、これはここは V0 のサインシータです。で、どこでもいいんですけれども、 T 秒間にここに来たとします。 T 秒後に最初に投げて T 秒経った時にここに来たとします。ここの座標を XY とします。で、 X はこの水平方向は等速運動しますから、ここの X 座標はどう表せるかというと、 X イコール V0 コサインシータという速さで T 秒経ちますから、 V0 のコサインシータの T です。で、 Y はどういう、ここの高さはどうなるかというと、これ投げ上げたボールですから、 Y は V0 サインシータ T マイナス2分の1 GT 時用になります。 T 秒後の X 座標と Y 座標はこのように表されます。ここを1としましょう。で、これを2とします。どこでもいいです。 T 秒後ここであってもいいわけですけれども、このようには式で表されます。 T を媒介変数とする表示ですね。で、ここでこの曲線を X と Y の関係を調べるにあたって、この T を消去すればいいですね。で、1から T を消去します。1より T イコールどうなるかというと、あればいいですね。 V0 コサインシータの X になります。これをここへ放り込めばいいわけです。 T のところ、これを 2に代入するとどうなるかというと、あとはもう数学的な計算です。 Y イコール V0 サインシータ T がこうです。サインシータ分のX、で、ここはマイナス2分の G T 乗ですから、 V0 コサインシータ X の2乗になります。で、この V0 と V0K、 コサインシータ分のサインシータはタンジェントシータになります。ですから、タンジェントシータの X、 Y イコール、で、これは2分の、これ V0 事乗です。EV0 事乗、コサイン事乗シータ分の GX の X 事乗です。これ見ると、こっちが二次式ですね。Y イコールマイナス EV0 事乗。GX 事乗プラスタンジェントシータ X です。で、これを、こっちが X 変数ですね。で、これを A と置きましょう。これを A と置きます。これを A と置きます。これを B と置きます。だったら Y イコールマイナス AX 乗プラス BX です。これはもう二次放物線ですね。これはですから、 Y イコール0と置いたら、 Y イコール0と置いたらどうなるかというと、マイナス X 乗プラス BX イコール0で、 X でくくるとマイナス AX、 因数分解するとこうなりますね。
よってゆえに、これが0の時は x0 また x が0またはまたはこれが0ですから a 分の b です。ですからここが a 分の b になりますね。ですからここが a 分の b となります。まあ、a と分の b 言ったらここのこれを代入すればいいわけですね。で a 分の b 代入してみましょう。この a 分の b を求めてみましょう。b 割る a ですから b がタンジェントシータです。タンジェントシータはコサインシータ分のサインシータですね。割るの a ですから a はこれですね、 2v0 次乗コサイン次乗シータ g です。でこれはコサインシータ分のサインシータかけ g 分の 2v0 次乗コサイン次乗シータです。でこれはコサインシータとコサインシータでこれがコサインシータに残ります。ですから g 分の 2v0 次乗コサインシータとサインシータです。これは2倍のサインシータコサインシータはサイン2シータですから v0 次乗サイン2シータになります。ですから x が y が0の時はこことここ0と a 分の b ですが、まあ0はあるとして a 分の b というのはこういう式で表されます。これは何というか水平到達距離ですね。ついでにこの水平到達距離の最大水平到達距離を求めてみましょう。 x のマキシマム x のマックスはこれがサイン2シータが1の時ですね。ですからサイン2シータが1の時、2シータが90度の時ですね。ですからシータ45度、これが45度の時に最大に到達するということですね。その時のマキシマムは g 分の v0 次乗となります。ボールの描く曲線は二次関数こういう x 軸こういう形ですからホブ線だということですね。 もちろん頂点はここから求めることができます。